エルツタールはドイツビュルテンベルク州ネッカーオーデンワルト郡に属すマチソン。エルツタールはバーデンオーデンワルトやバウラントの南端に位置する。町域内をネッカー川右岸の支流であるエルツ川が流れる。町域はネッカーオーデンワルト自然公園に含まれる。この町はアウアーバッハ、ダラウ、ムッケンタール、ネッカーブルケン、リッタースバッハの5地区からなる。 現在のエルツタールの長域は1973年までモースバッハ軍に属した。軍の再編時代に新しいネッカー・オーデン・ワルト軍に編入された。1973年1月1日にアウアーバッハ、ダラウ、ムッケンタール、ネッカーブルケンが合併し、新しい自治体エルツタールが発足した。1975年にリッタースバッハが合併した。 現在のエルツタールの長域は宗教改革以来プロテスタントが優勢である。現在もダラウト、ネッカーブル県にそれぞれプロテスタント教会がある。ムッケンタールはファーレンバッハの教会が、リッタースバッハはグロースアイホルツハイムの教会が管轄している。一方、この町にはローマカトリック教会の組織も存在している。この町の議会は20人の議員で構成される。 銀字に青い翼を持ち青い服を着たイミヒャイル。右手には金の剣、左手には金の天秤。右足元には楕円の盾。盾は左右に分割され、向かって左は銀字に黒い十字、向かって右は金と青の斜め十字。イミヒャイルは正義のシンボルとしてよく見られる。小盾にはこの町と領主関係にあったドイツ騎士団十字と、 プファルツビッテルスバッハのひし形が描かれている。長域には、ネッカーブル県、ダラウ、アウアーバッハにネッカーエルツオスターブルクン線の駅が3つある。この路線は、ラインネッカー S バーンが利用している。その路線 S1 系統は、1時間ごとにハイデルベルク方面及びオスターブル県方面を結んでいる。長域を連邦道 B27 号線。 B292 号線が走っている。1974年、モースバッハへの狂気鉄道が廃止された。リッタースバッハ地区には、汚染除去装置の製造者、オデンウォルドワーカーリターズバックが本社を置いている。ダラウ地区には、トラックやリフト車両製造のシュピッツァーサイロ、ファエグワーカー、GMBH の本社がある。ダラウ地区中心部。向かって左から、プロテスタント教会。 司祭館、カトリック教会、ありがとうございます。